皆さんこんばんは。福島と申します。えー、本日は LINE フロントエンド開発センターの採用説明会を参加誠にありがとうございます。まずは冒頭、あの私の方から10分ほどですかね。えー、この LINE のフロントエンド組織の、えー、説明、開発について、まあ、どういったことに関わっているのかとか、そういったあたりをお話しさせていただきたいと思います。えー、っと簡単な自己紹介です。福島と申します。えー、LINE で執行役員やっておりまして、まあ、フロントエンド開発組織の統括をさせていただいております。 はい、えー。私たち、えー、LINE ではですね、あのフロントエンドのことをこの UIT という名称で呼ぶことが多いです。まあ、ユーザーインターフェーステクノロジーの略なんですけれども、えー、社内で UIT といったらまあフロントエンドの組織であったり、えーまあ、あとはそうですね、開発の工程とかまあフロントエンドエンジニアを指すという感じになってますので、まあ、これ以降のスライドでも、えー、UIT という名称でお話をさせていただきたいと思います。 ちなみに私たちこの UIT というイメージを使って、実はその外部も含めたその技術コミュニティというのをやってまして、ミートアップイベントであったり、あとは、そうですね、ポッドキャストの配信とかをやってるんですけども、ちなみに今日こう参加されている方の中で、この UIT の、例えばミートアップに参加したことがあるとか、もしくはポッドキャストを聞いたことがあるとか、もしくはこのユーザー、UIT って知ってるって方ってどれぐらいいらっしゃるか、ちょっと知りたいなと思ってるんですけども、ちょうどズームの挙手機能とかあるので、もしよろしければ知ってるよという方、 もしくは聞いたことあるようという方あの、挙手機能を使ってみてもらってもいいでしょうか。なるほど。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、はい。えー、っと、ちょっと皆さんの顔が見えないので、なんかこう、なんかリアクションがあるとちょっと。 あの安心するので、ぜひあ,のありがとうございました、はいえー。では、スライドの方を続けさせていただきます。えー、LINE の開発拠点ですけども、日本にはあ東京と京都、福岡という3拠点がありまして、まあ、それ以外にも海外拠点があるんですけども、特にここに記載されているのが UIT というかフロントエンドエンジニアという職能で、えー、所属している開発拠点になります。ここ以外にもあの開発拠点があるんですけども、そちらの方はどちらかというとあのフルスタックのエンジニアが所属しているというような感じには なっております、はい、UIT の組織構成なんですけども、このようになっておりまして、フロンターンの開発センターの下には1室と2室、それから UIT コミニティという三つ、合計3つの組織がありまして、まあ、1室には1から10のチームがあります。まあ、あのチーム構成としては、最初のチームで大体3人構成ですかね、大きいところで8人とかぐらいのチームメンバー構成となっておりまして、 まあチームごとに基本的にはそのプロジェクトを担当しているんですけども、まあ、例えば非常に大きなプロジェクトサービスとかだと複数チームが一つのプロジェクトで関わっていたりとか、まあ、逆に一つのチームの中で複数のプロジェクトをサービスを担当していただくといったこともあります。そして UIT2 室に関してなんですけども、これ見ていただければ分かる通り、あのここには京都と福岡。 京都は、えー、京都開発室の UIT チーム、福岡であれば LINE 福岡の UIT 室の、えー、とフロントエンドエンジニアが、えー、所属しておりまして、まあ、こ,れはこちらはどちらかというと仮想組織といいますかね、えー、そういったメンバーが兼務として入っていて、一、まあ、つの、えー、何でしょう横串を刺すというか、まあ、クロスファンクショナルな意味合いもあって、こういった組織構成となっていたりします。 あとは、UIT コミッティというものがありますけれども、こちらは組織のに運営における、んかでしょう、意思決定組織といったものになっています。なんか組織横断で進めるような内部プロジェクトであったり、もしくはこの対外的な活動において何か決定しなければいけないということがあれば、このコミッティで議題に挙げて、検討して決定するというような形になっています。このコミッティのミーティングは、 実はこのウェビナーで行っていてオープンにしてまして、まあ、誰でも自由に、メンバー UIT のメンバーであれば誰でも自由に参加できて、その議論の過程であったり、どういった意思決定がされたのかっていうのは見えるような、まあ、そういった透明性みたいなことを重視しながら、えっと、ミーティングをしていたりします。 はい。で、えー、LINE で Web フロントエンド、これよく面接とかでも聞かれるんですけども、やっぱり、あの、ネイティブなアプリケーション、あの、コミュニケーションツール、チャットアプリの中で、どういった Web フロントエンドの業務があるんだろうかっていうのが、皆さん、あまり知らないというか、知り、えと、いったものがあか知りたいっていう質問をよく受けるんですけれども、 私た LINE でさまざまなサービスを提供しています。まあ、LINE の周辺サービスという意味で我々 LINE ファミリーサービスと呼んだりするんですけども、まあ、これは LINE の一番左のタブにあるホームタブにあのこのサービス一覧というリンクがあるんですけども、ここを見ていただければ分かる通り、さまざまなサービスを提供していまして、例えば、 そうですねこの中でいくと、右の一番下には LINE スケジュールとか、あのもし使っ,ていた使ったことがある方は知ってると思うんですけど、あのタップすると、LINE の中でアプリケーションが立ち上がります。まあ、こういったあのアプリケーション、基本的にはシングルページアプリケーションとして開発されているんですけれども、私たちの大体業務の6割から7割ぐらいは、こういったウェブアプリケーションの開発といったものになっています。 でまあここからちょっと一歩踏み込んで、じゃあフロントエンジニアにとって LINE という会社の特徴って何だろうっていうことなんですけども、えーっと、そうですね、サービスを提供する対象ユーザーのバラエティーさっていうところが一つ特徴なのかなと思っています。例えばコンシューマー向けであれば、先ほどもお伝えしたような、そのファミリーサービスといったものがあります。ここでわかりやすくいくと LINE ニュース、LINE の中のニュースタブにあるものですね。この LINE ニュースは全てウェブで作っておりますし、それ以外の LINE ギフトであったり、ポイントクラブといったものも こういったものもウェブアプリケーションとして開発しております。また、あの法人向け、ビジネス向けというところであれば、私たち LINE では、その公式アカウントをあの企業様であったりあの、店舗さん、美容院とかですよね、えー、提供して利用していただいていますが、こういった公式アカウントのための管理コンソールであったり、まあ、ダッシュボードといったものもあの、私たちの方で開発をしていたりします。 そして最後ですけども、開発者向けのプロダクトといったものもあります。LINE、え、のー、グインを組み込んでもらったり、まあ、あとは Web アプリケーションを開発していただくための,そのプラットフォーム、Web のプラットフォームですね。それに付随するような JavaScript の SDK の開発といったことも関わることが可能です。まあ、このように 2C、2B、2D といいますかね。さ、えー、まざまな対象ユーザーにあーいますけども、基本的にすべての,そのプロジェクトに対して、私たちはそのアサインベースで担当を決めていくというような形になっています。 えここ、簡単にその LINE の組織概念という形、もの、図をお見せしていますけども、ざっくりとした図なんですけども、見ていただければ分かる通り、このようにあの私たち、例えば開発組織が何か特定の事業に紐づいているわけではありません。ですので、何か例えばプロジェクトが立ち上がる、新規のサービスが立ち上がるっていう時には、エンジニアであったり、デザイナーであったりそかから、人々、人がアサインされて、プロジェクトチームが作られるというような形になっています。 まあこのようにそのアサインベースでプロジェクトに担当が決まるわけですので、まあ、人によっては例えばまあいろんなサービスに自分は関わりたいんだということであれば、まあ、あのローテーションしながら担当プロジェクトを変えていくということも可能ですし、まあ、逆に何か一つのサービス、プロジェクトにじっくりと関わりたいという人であれば、継続してアサインするといったことも可能です。まあ、こういったこのようにその事業にひも付かないセントラルの組織だからこそ、こうやって柔軟に。 メンバーがやりたいことみたいなところに領域に関わっていくことが可能となっているといった感じたちになっています。はい。では、ここからちょっとお話を変えて、私たち LINE の開発組織としてのカルチャーであったり、まあ、求める人物像はどういったものなのかについてちょっとお話をさせていただきたいと思います。この3つのキーワードは、まあ、LINE の開発組織全体の中で特に重要とされているキーワードとなっています。 まあその中でもこの抵抗のシップっていうのは一番あのラインのエンジニアに求められることですね。まあ、ただこう決まったスペックとして決まった仕様であったり、スペック通りにただ開発するというわけではなくて、まあ、ユーザーにとって何が一番大事なのかっていうところはやっぱり一番に考えながら、関係する部署と企画であったりデザイナーとコミュニケーションしながら、まあ、より良いものを提供できるように責任を持ってプロジェクトをリーディングしていくっていったことが求められることです。 また二つ目のトラストリスペクト、信頼と尊重ですよね。えー、と特にその LINE では全てのプロダクトは必ずコードレビューを通,ら通さないとそのプロダクション環境へリリースされないんですけども、まあ、コードレビューにおいてもやっぱり品質を高めるために厳しい指摘っていったものは必ず必要になると思います。まあ、そういったあの厳しい指摘もやっぱり信頼と尊重がなければ成り立たないものですし、まあ、そういったポジティブなプレッシャーを与えながらよりお互いを刺激し合いながら チームの連携力を高めてていいいくってこととととここが大事とされているといったことになりますそして最後の B オープンですが、まあ、もちろんエンジニア同士のオープンな関係性っていうところですかね。あとは、もちろん会社としても、開発組織としても、例えばオープンソースへの,この,あのコントリビューションというところも積極的に最初推奨していますし、まあ、そういったそのオープンな風土といったものがこの LINE の特徴なのかなと思っております。 こういったキーワードを大事にしながら、じゃあ私たち UIT ではどういったエンジニアを求めているのかといいますと、やっぱりユーザーを一番に考えてサービス開発に取り組める方、また常にやっぱりこうアンテナを立てて、まあ、新しい技術のキャッチアップであったり、今インプットをしっかりと行いながら、まあ、そういったそのインプットしたものをちゃんとチームにシェアしたりとか、アウトプットを行える方といったもの、こういったことについて共感できる方は、まあ、ぜひ LINE の UIT に来ていただけると嬉しいです。 最後に簡単にちょっと私たちフロントエンド組織としてどういった活動をしているのかを簡単に紹介しますけども、先ほど冒頭申しえした通り、UIT という名称でこういったミートアップイベントをクォーター3ヶ月に1回行っておりますし、また、ポッドキャストといったものもウィークリー、ほぼウィークリーでコンテンツを配信していたりします。また、社内の勉強会といったものではこういったものが週 1, 度週1回ですね、任意集まって勉強会を行っていたりもしますし、 また、その OSS っていう意味では、ここに記載されているような、その例えば、ブートストラップの日本語版サイト、実は私たち UIT のメンバーが翻訳であったり運営を行っていて、LINE でホスティングしていたりします。それ以外にも、まあ、UIT のメンバーでもナックスであったり、ラストやプリティア a などのにコントリビューションしているメンバーもいますし、まあ、このように社内の,あの、なんでしょう、積極的にどんどんオープンソースへ、えーえー、貢献していきましょうっていうところも、 あの推奨ししていたりしますこのように比較的この組織内のアクティビティも結構積極的に行っているっていうのがまあ私たちフロントエンド開発センターの特徴なのかなと思います。はい、えー、私の方からの組織説明は、組織についての説明は以上になります。